質疑応答タイム。イエーイ。じゃあ今日は紹介いろいろありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、視聴者様からたくさんのコメントをいただきましたので、これをですね直接ぶつけていきたいと思います。皆さんマジで突っ込んでいきますんで、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、コメントいただきました、お疲れ様です。曜日関連ですけれども、園芸用の展開は今後増えていくんでしょうかと。そうですね、園芸現状はですね8割近くがまだ 100V の商品なんですね。あ、なるほど、はい、で我々は考えているのは、はい、100V の商品を、まあ、バッテリー化すると、充電化すると。何 V でいくんですか。基本は18ですね。それは、プロ向けの工具と同じ共用できる電池でしたっけ、はい、そうです。ホームセンターモデルの18ってございましたっけ。ホームセンターモデルの18はない、ない。だから基本的にプロもホームセンターも同じで使えますね。でここ行くのと、はい、後ろ見ていただいた通りエンジン商品がまだまだありますので、このエンジン商品を充電化していって充電を行くんですね、はい、電動化の今8割しかない、はい、8割の 100V を少しずつの比率を変えてですね、どんどん充電化を進めていくという考えです。でも今 100V ユーザー層が超ついてるじゃないですか。ついてますね。そこ裏切れないですよね。そうですね、そこはそこで、そこはそこで重要で、まあ、減らさずに充電を増やす、開発頻度っていうのは充電にこう、はい、そうですね、増やしていこうか、シフトしていく形になります。なるほどですね。この24番さんって僕がやろうと思ってた質問してくれてます。あ、そうですか。京セラさんに対応していくのか、両備ブランドのままで展開していく。あ、でこれあれですよね、両備ってまだあるのって話ですね。基本的にはそうです。もう今年の2022年が京セラ元年で、はい、プロ用工具、はい、DIY 用の工具、園芸商品、はい、全部京セラに切り替えた最初の年で、今両備さんって会社はあるんだけど、はい、御社とは全く関係ない会社なんですよね。そうですね、はい、今は関係ありません。これ冒頭に話すべきでした、はい。これはだから、両備さんという会社の要は電動工具とかその工具作ってる部門が一回出てきたんですね。京セラに事業継承したという、はい、そこの部門だけ京セラさんに、はい、そうなります。だから今はまだ両備さんブランドの名前が貼ってある商品がちょこちょこあるけども、まだ市場にあります、ね、あれは残ってるやつってことなんですね。そうですね、はい、これからは基本的に全て京セラに変わっていくということですね、はい。この方のコメントもちょっと熱い。まだまだ 36V 市場っていうのがあんまり成熟してないんじゃないかと、はい、だから今なら突っ込めるぞという側の意見ですね、はい、だ僕はさっきその 18V をやった方がいいんじゃないかとは言ったものの、はい、まだまだその 36V ユーザー 40V ユーザーが少ないからいち早く行って増やせよっていうことでしょうね。そうですね、そういうアドバイスを。今のところどっち路線なんですか。基本はですね、はい、18V を主には考えてますが、あーはーはー、はい、先の言葉ですね、やっぱりこの今後京セラグループとしての、ま、こう打ち合わせがあるんで、はい、いろいろ考えてるところですね、はいはい、なるほど、行くかもしれないけど、まだ18かなというところですね、はい、分かりました。どうしようかな。あ、だいぶ行ったっすよ。そうですね、だいたいざっとカバーできたかなって感じですね、うん、はい、行けたっすね。これ今回こうやって場を設置していただいたっすけど、はい、結構会議があったっすか。ありました。あったっすか。たくさんありました。やばいっすね、はい、だから会議で僕の当初のあれは会議しないでくれたら来ますって言ってたんですけど、会議もありましたしコロナもあってです ね、 ですね、はい、多分望月から話があったのは半年ぐらい前ですね。あるね。どっちか僕がなんか行っていいっすかぐらいの感じでしたね。そうですね、展示会の時に、はい、ちょっと今度突取材どうみたいな話を振っていただいたところからスタートしました。あのノリで行きたかったはずなのに、はい、なんか大変なことになったんですよね。大変なことになったまあ、現場サイドと、まあ本社開発系のものが、こう会社をなんて言うんでしょう、乗り越えて、はいはい、一つのプロジェクトで動いてましたんで、だからそうなんですね、一営業マンさんが下手なこと言えないっていうのもあるんですよね。そうなんですよ、あれ怖いっすよね。そうですね、なんかならないですか。だからまあ風通しよく、はい、ものを発信したことによって、はい、いろんな柔軟な方向でいろんな視界多角的に
やりながら、はい、あのもっとソフトな感じで本当はやりたかったんですけど、そうですよね、今もだいぶ抑えてますもんね。そうですね、もうちょっと下手なことがなかなか言えないので、ちょっとまああのまあまあ固い会社なんですね、なっちゃいますね、まあまあ固い会社です。だってなんであそこであの一言入れたんだってなっちゃいますね。そうですね、ですよね、そうですね、っていう人、僕のとこ来てください。ぜひあの出演しませんか。あの大平さんを介して、はい、我々の方にあの情報をいただくことも、はい、また一つの手段だと思うので、はい、これあれですか、また次来たいって言ったらまた会議になるんですか、はい、ですね、この出来次第ですか。もちろんです。超やべえ。ただあのぜひあの九州とかいろんな地方行かれる際に、はい、我々の本社は中国地方の広島の福山市にありますので、はい、あの寄っていただければ。この間はちょっとでかすぎてあーって言って取りすぎました。そういうことですね、はい、その際はぜひお越しください。会議開いてちゃんと、はい、あのお迎えできるように準備します。半年後以降ですね。そうなんですよ ね、 そうなんですよね、難しいですね、うん、はいはい、そうですね、だそうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。